はい。はい、こんばんは、奥村です。こんばんは、玉井です。8個目の。本日8個目の。8個目。何個とんねんな。まだまだ行きます。何個まで。タフだね、我々。そうそうそう、なんか、1日でこんな撮ってんのおもろないっていうのだけで今撮ってる感じ。そのエナジーで、ね。そのエナジー。勢いで。うん。やってる感ありますけれども。うん。ね、さっき何喋ったっけ、ね、さっき中古の話。中古の話。しました。うん。雑に。うん、中古、こんなしんどかったよ。楽しくなかったよ。うん、正直、うん。じゃあ大学ちゃうってなってくるわね。うん。大学は楽しかったんですか？大学楽しかったかどうか、まあ、ざっくりな質問ですけど、まあ、結構知ってはる方もいるかもしれないですけど、大学3年の終わりから4年の最後まで、卒業するまでがナンパ期間。うん、割とだってあれやんね、あのコミュニティのメンバーの人とか、俺もそうやけど、うんうん、大学生おるやん。あ、おるね。うん、だからでもめっちゃおる。現役東大生も多い。ああ、何かおるわな。そう、おる。俺のところにも東大生何人か。そう、だから、まあ、今後もまあ増えていくやん。東大生か。東大生じゃなくて、その、あの大学生。うんうんうん、だから、あの、大学生へのなんか過ごし方とかさ、過ごし方っていうか、過ごし方、うん、やっといた方がいいんじゃないけど、なんか、俺らミスはミスったけど、はいはいはい、なんか、もっとおもろできたやんっていうのがあるやん。はいはいはい。それを我々の、なんか、過ごし方を例に、反面教師とか、反面教師にしていただいて、うん、なんか参考になったら、いいですし、うんうん、まあ大学生じゃない。だってお互いがどんな大学生活を送ってたか全然知らんこと。知らんね。俺関西でお前東京やもんね。うんうん、で、あの、帰省のタイミングで毎回追ってたけど。うん、で、そこでまあ、共有、近況とかのみたいな。誤解はあったけど、普段はどんな人と絡んでるとかさ。うん、なかったな。まあ、知らんと、まあ、勉強せなあかんねえ。それがキモいけど。ゲイか、我々は。うん。だけど、まあ、そんな知らんよね。うん、知らん。うん。で、まあ、自分の方がまあ1年早く大学生だったわけじゃないですか。あ、俺1年早くって1年早く卒業、1年、うん、何年か早く卒業してるんですけど、うん、俺もストレートで、ね、入って、ストレートで卒業、留年も浪人もないんで。あ、俺浪人したし、会社作るタイミングで休学したし。してるやろ。だからなんか、いい塩梅にね、長い、楽しめてるやん。楽しんでないよ、別に。休学コンテンツ増えてるやん、コンテンツ。コンテンツ力あれやん。ああ。そういう意味で言うと、まあ俺はもう、ナンパ、始めてから、その、ほぼ 4年生になるぐらいのナンパ始めてから、もう、上り調子。うらーやけど、あの、上り流やった、ね。上り流やった、ね。薬剤。うなぎ上りやった、ね。うなぎ上り、こういう。へぇー。ナンパ始めてから。うん、だから、それまで何してたの？ナンパ始めてからだってブログ。そう、ナンパ始めてからブログ書いてるし、おもろなっていうのはわかるんですけど、それ以前はひどいよ。ひどいよ。ひどいものです。ひどいの？ひどいの。何をしてんの？なんか、勉強税で、その、まあさっきの音声で話した中高みたいな過ごし方をしてる人間が、ちょっとイケてるし、大学、うん、なんか、多分充実、うん、クラブもやってたやろうし、うん、青春してたような人らが多めの、うん、充実大学。ちょっと充実大学に入ると、うんうんうん、浮くじゃないけど、ノリについていかれへんよね、結構。へぇー。ほんまにそうやったよ。へぇー。なんか、話できひんってなって。へぇー。なんか、ダサいし、俺、服とかも。へぇー。で、なんか、一個も。ピコ。ピコよりはマシやね。バッドボーイ。ピコ太郎も思いついた。あの、ピコってあるやん。あの、そうそう、ブランドのピコ、ね。そう、中学生、小学生。バッドボーイ、小学生か。タウン&カントリーじゃないけど、うん、そう。それに準ずるような服装してたし。ピコに準ずるやつ着てたんや。で、イケイケ勢はもうおしゃれやん。もうおしゃれやってん、18年。もう相手にされへんやん。なんか話もなんか全部合わへん。だから全然友達できんって言ったら気持ち悪いけど、うん、友達もそんな仲いいやつゼロで、へで軽音サークルには入ってたんですけど、でも軽音でおもろそうにしてたとか、軽音サークルって基本的におもんないやつの集まり、なんかちょっとダサい、ダサいロックンロールだぜって言ってるやつダサいやんみたいなニュアンス、なんかあリア充ってはない、リア充じゃない、生徒派リア充ではない、生徒派リア充ではもう全くなくて気持ち悪いオタクの集まりっすよね、うん、悪い言い方したら、うーんみたいなところにいましたし、うーんだからあ囲碁部にもたまに行ってて大会に出てたぐらいなんで、うん、一番やばいじゃないですか囲碁部、大会だけ出てって言われてたよ、大会要因強いから強かったのただ恥ずかしかったですけどね、うんね、悪い言い方したら。うーん。でも、
あの元トラナエナジーがすごかったんで、うん、あのほんまにイケてるふりせな、イケてるふりせなでクラブに行ってみたり、なんか合コン風のやつに行ってみたり、はいはい、なんかちょっとイケてるコーラとに絡んでみようかなみたいな、へー、なんかもがい、一番もがいてたね。へー、でリア充やで演出せなで必死、へー、必死ね、うん、で勉強は一ミリももちろんしてないし、バイトもほとんどしてないし、へー、あ、じゃあナンパするまではそうだ、ナンパするまでも割と普通に楽しくて、なんかもナンパで弾けたんじゃなくて、あ、そうなんや、大学1年生から3年生までずっともがいてて、人生はもんない、でもおもろい風で見せなあかん、ああ、でも実際はもう悩んでるばっかり、本読んでもうしんどい、へー、だから中高の続きみたいなことをちょっとしてたね、うん、3年間、あ、ほんまは1個も楽しくないんやけど、でも抜け出せるかな、抜け出せへんかな、続きやったんや、だからちょっとずつはマシにはなっていってる感はあったんやけど、まだまだ泥沼や、うん、みたいな過ごし方してた俺、うん、ほんま何もするまでは、だからほんまの割とナンパきっかけなんや、だからナンパはなんかナンパがデカチョケやったんや、うん、デカチョケやし、なんか救世主みたいになってるね、へえ、ナンパなかったら大学終わってたわナンパが救世主、うん、でも就活とかしてもえらいことになってたから、はいはいはい、だって就活の時期もナンパしたもんな、そう、最終面接ナンパのアポを優先してナンパのブッチしてたもんな、キャンセルしてたぐらいなんで、うん、多分その頃には結構最強になってたんで、うんうん、1年間毎日10時間やってたんで、うんうん、もうそれはなんかもう大学のやつらなんて雑魚やの領域やったから、へえ、一発逆転、そう、見返したいぜっていう思ってたイケイケレジが誰かと戦ってるんだ、そう、なんかやっぱ思春期やね、まだまだ、うん、雑魚や思春期そうやな、っていうぐらいまで行って持ってたんでいいんですけど、その3年間は、まあ、中高の続きぐらいきつかったっすよね、お、うん、逆にはまあまあ普通に楽しかったで、お前いきなり、うん、土台の方が楽しいんかな、1年生から絡みやすそうやん、土台とかだって絡みにくかったね、俺らは、なんか話し合えんもん俺の中で、割と僕らが、俺はなんかクラスがすげえ恵まれてて、うん、俺らなんかその学部学科になるのは2年の後半からやから、はいはい、それまではクラス、うん、何組みたいなやつ、うん、そのクラスのメンツがすげえなんかあの話せるやつが割とおって、それでかいな、そいつらとは遊んでた、うん、でも割と他のクラスとすげえ浮いてて、うんうん、浮いてる、それはまあどうでもいいや、うん、だから恵まれてたから、なんかね、何年か話せるやつおるだけでもうおもろいやん、うん、ゼロやったもん俺、へえ、だから4年間でほぼゼロ遊んでたな、普通に、うん、ゼロ、うーん、大学の子ゼロ、ね、うーん、お前めっちゃ楽しいやん、1年目はなんかアメフトやってたけど、あ、な、やってたな、うん、1年でやめた、でももうなんか楽しい証拠やん、アメフトやってるって、いや、は、あの、やばいなと思ってやめたね、あ、おもんないってなって、うん、まあ別にいいんやけど、まあなんかちょっとちゃうなと思って、うん、うん、やめた、あ、そっから、そうだな、でもその時も普通に部活っていうかサークルか、一応なんか週4、週5ぐらいで練習、うん、筋トレとかやったら週6ぐらいやったけど、合間を縫って遊んでたし、合間を縫ってバイトしてたし、リア充、合間を縫って単位を取ってっていう、じゃあほんまに大学生してた、大学生やったね、大学生できてたんだな、うん、で大学2年でサークルとかがなくなって、うん、もう学校行くか、あのバイト行くかしかないやん、まあ大学生やんそれ、うん、ほんまにで遊んでた、バイトの金で遊ぶ、普通の大学生と何ら変わらへんってこと、うん、であんまり学校的にもその出席とかも厳しくなくて、あんまそんな学校行かなくても大丈夫やったから、うん、遊んでた、ええな遊んだ、友達もおったし、俺の序盤3年は何やったんや、うん、そうそう、うん、めっちゃ大変や、うん、普通に旅行行って、うん、バイクでツーリングしてとか、ほんまに一般的な大学生、合コンしてとか、一般的やん、クラブに行って健全やん、うん、なんかそういうやつをなんかそれなりに単位式でやる、はいはいはい、俺その好きちゃうやん別にクラブとか、そうやな、なんか適当に行ってへーっつって行ってみるぐらいはやって、うん、そうそうそうにあって、あとはまあ家でダラダラ、ええー、なー、じゃあたまえはちゃんと大学生できてたんや、わしと違う、彼女と同棲とかしてたし、しねん同棲してたわ、うん、そういうまともなエピソードが一個もねえな、普通の大学生やったと思う多分、うん、俺は同じようなひねくれたちょっと
あだからひねくれてなかったよ、ね、もう大学入ってもう純粋なねじれ解消されて普通に遊んでたよ、酒飲んでウェーっつって、もちろん青年になってからね、はいはいはい、うん、そう大学の中にあの飲み会場があるから、あそうなの、あったぐらいから、あのそこでなんか問題起こって結局あのなんか禁止になってんけど、飲酒が、そこで飲んでたんや、もうそこでウェーって飲んで青年になってからね、うん、文化祭、文化祭ちゃう、なんていう、あの学園祭やっけ、ああそう学園祭とかも普通にコミットしてたで俺やばいやん、たこ焼きむっちゃ焼いてたで、じゃあもう何も面白いことないやん、特殊なこと、特殊なこと普通やん、うん、ないな、じゃあ普通に過ごしてたんやん、普通に過ごした、普通に過ごしてて、でなんとなくあのこのままずっと、まあ、サークル自体が週4週5やったから、このままもっと例えばスタッフの代とかなっていったらもっとまあ、あの拘束時間伸びるやん、そうやな、あったらちょっとあれってなって1年で辞めて2年でウェーって遊んで、うん、で学部学科分かれるようになって、うん、研究室配属とかそういうのがあるみたいな、うん、でも割とだからみんな進路気にしだす、うん、就活文系の子はもう就活やとか、うん、理系の子は院行くぞみたいな、うん、なんか流れになってくるタイミングのちょっと前ぐらいだから大学2年の終わりとか、うん、3年頭ぐらいからあもうあかんぞみたいな、ヘラヘラしてるなってなってきて、ほんでどないしようどないしようって言ってちょっといろ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 なんかこう勉強し始めたりとか、はいはいはい、人生について考え始めた、うん、割と考え始めたり、はいはいはい、でも2年の頃はヘラヘラしてたよ、ええー、1年の頃は体を鍛えて2年の頃はヘラヘラしてた、まあ、健全だね、うん、言うて、うん、そう考えたら、ま、結構真逆な暮らしぶりやわ、うん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 、1年から3年まで俺はずっとまた苦しんでたから、うん、不意調子してたから、1年楽しかったで普通に、あ全然そんなんないわ、うん、ひねくれてんな俺、3年からいろいろあれやな、そうやな、うん、で4年でやっぱり逆にさ、まあコミュニティのメンバーとかに大学生結構おるやん、うん、どんな風に過ごしてそう、同じような感じ、いやでもなんかそうやって俺の場合はネットビジネスやから、うん、お大学生の時からやろうみたいな、ええわな、うん、だからなんか割と俺らより、うん、その若い世代の頃は早い、確かになんか、うん、そんなおらんかった俺らのちょうど世代だから、俺とかでもなんかもう大学1年からナンパ始めたっていう時、そうそうそう、早い早って俺もだってビジネスみたいな始め勉強し始めてっていうのが4年やからさ、うん、で俺は割と今の情報発信もそうやけど、うん、気にしてんのは俺がそのアメフトやってた大学1年の時に自分のブログ、うん、俺が今やってるブログを見つけて、うん、あこれやっていうふうに思ってもらって、その子がサークル辞めて、うん、そっちの道に来てもらえるようにっていうのを意識して書いてる、あそしたら俺より3年早くなるから、はいはいはい、割と真面目な話、はいはいはい、意識してる、大学1年の時からこれに気づけっていう、確かに俺もその就活とか始まる前になんかもっと人生をものするを先に考えてて、そのための力をつけるっていうのは、うん、大学だって1年の時からやってた方がおもろい、そう大学1年からナンパやってさっさと終わらしといたら、うん、どこへでも行けるからね、そうそうそう、で就活のタイミングまでに、例えばネットビジネスやったらちゃんと覚えて、うん、それなりにちゃんと成果とかも出しとけば、うん、就活っていうのが割とだから今の大学生にとってはもうなんていうの、唯一の選択肢みたいなとこあるやん、確かにね、だからそれと同じようにフラットに自分でご飯食べていくっていう選択肢もあったら、うん、確かに増やしといたよね、そうそうそう、ちゃんと眺められるやん、就活が悪いんじゃなくて、うん、フラットに眺めて、うん、そう、その上で就活選ぶならいいし、就活しかないっていうのがまだね、そうそう、それが悪い、うん、だからまあ今考えてみたらそうやって選択肢を増やしといたら結構良かったよね、うん、うん、割とだって自由度そう高いし、自分で飯食っていくルートと、まあ、大企業に一旦就職するとかと、うん、海外留学っていうのも絶対行くのもあるし、うん、全然俺考えてなかったから、うん、就職ルートしかなかった、ね、うん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 、海外留学もおもろそうだな、うん、してる人おるやん、おる、まあいっぱい、うん、なんかそんなことも全然考えてなかった、何も考えてなかった、うん、そうやって選択肢今増やしまくるのはめっちゃいい、選択肢、うん、なんかそうそうそう、割とその社会人になってからっていう話をするとなんかちょっとおっさんっぽいな、嫌やな、まあいや、あのおっさんやからね、なんかあのなんていう、一個ちゃんとガーってちゃんと突き詰める、うん、っていうの割と大事やん、うん、でそれができるようになって、そのフィールドである程度のところまで行くことによって別のフィールドやるってなった時にすげえちょっとその2個目3個目が早い、はいはい、だからアプローチとしてはなんかこういろんなものを手広くやるっていうのと、一個ある程度のところまでこう上り詰めるっていうか、まあ習得するっていう、まあ2つルートあったとしたら、
一個やるっていうのが社会人になってからというか、うん、割とその大学の間ってこと出てない、あのなんていうかな、経てないと、うん、なんかちょっと割ときつい感は感じるんやけど、うん、大学の時こそいろいろできるやん、うん、いや絶対いろいろ社会人になってからいろいろやってても、うん、お前なんかそろそろ本腰入れてやるやつ決めたらっていう、うん、仕事制御ってなんか一個フィールド決めたらっていう空気感があるから、うん、大学の時はそれを手広くできるラストチャンス、うん、じゃあ今社会人の人これ聞いてたら人生終わるって違う手広くするやつ、はい、俺も手広くしてないよ、うん、だから手広くしときたかったなっていう、はい、そうでその手広くの中でもなんかネットビジネスやったりナンパやったり海外やったりなんか本めっちゃ読むとかやったり、うん、まあなんかサークルにがっついでもいいよね、うん、そのアメフトめっちゃやるとか、そうなんかいろ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 やったらいい、うん、全部やったらいい、全部やったらこれはって思うやつ全部、そうそう、あと人に会いまくったらいいんやろうけどな、うん、なんか性格的にあんまそういうなんかそのいろんな人に会うっていうのが俺好きじゃなかったから、うん、してくれへんかったけど別にしててよかったなっていう、俺はしたかったけどどうしたいかわからなかったかな、どこにいろんな人に会えるのかわからなかったから、たまたまなんかできたけど、うん、一人会うの大事ですか、大事、なんかまとなんか普通の大学生とばっか絡んででもしゃあないから普通のこと言ってる、大学生以外と絡むのも、ね、ああまあ多大と絡むだけでもちょっとちゃうし、ああそうやな、うん、ああうん、ね、そうだな、あとあれや勉強しといたらよかった、まあ何の勉強、じゃあ俺も勉強しといたらよかった、授 授業授業ね、うん、あ俺も授業やな、入ってからだからその受験っていうふん詰まりを抑圧を気があったから、うん、大学行ってそれせんでいいんやイエーイってなったせいで、 それよりもその反動でなんか勉強を取り戻さな、そうそうそう、意識が強かったせいで、そう勉強意識向かへんかったけど今振り返ってみたら割とおもろい授業いっぱいあってっていう、うん、俺とか経営学部やったから経済とかの勉強めっちゃ多いけどさ、うんうんうん、いるやん今、うん、あった方がおもろい、おもろいって普通におもろい、座学としておもろいでもいいから、うん、そうそうそう、まあ、大学行った方がいいか行かない方がいいかは置いといて、うん、一旦やったら授業出てたらおもろいやっていうのはある、うんうん、出ときたかった、ただイケイケなこともしたいやん、今になって iTunesU とかでちょっと見るもん大学の講義とか、あ見るわ、おもろーとか見てるもん、あの時見てたよ、俺もオープンなんかオープンキャンパスじゃないけどなんかあるやん、オープン講座みたいな、うん、そう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 、そんなん行こうかなとかたまに思ってまうからな、うん、うん、潜ってな普通に授業聞きに行きたいわっていう、そうだな、勉強やな、勉強楽しい、勉強しとけってなんかおっさんやん、そうやおっさんの意見は嫌や、いや、うん、おっさんは認めへんでっていう、そう、うん、だから大学生そんな感じやな、うん、割とだから僕はヘラヘラしてました1、2年、だからそうやってなんか情報発信ビジネスのコミュニティ入ったり、俺のなんか助けのコミュニティ入ったりしてる子らっていうのはすごいいいと思うわ、ああいいね、なんか間接的にクロージングしてるんですか、それしてるなしてないわ、うん、でも割とすげえ羨ましい、ほんまに羨ましいやろ、ほんまに羨ましい、うん、それはクロージングしてるんしてるんですねいやマジでそうよな、そうそんなアンテナすら張ってなかったからな、うんうんああうん、分からんかったな、なんかそんなメールマガ取ってなかったわ、熱量がだからそういうの見つけてる人に比べたら少なかったって言われたらそうだけど、うん、少なかったんやろうな、だからそういうアンテナ張ってんのはめっちゃ大事やな、何かと大事なんかおもろいこと、うん、なんか全人生の大学の友達も大学の友達って割とだから何やろう、同じ学科でとか同じサークルでとか、うん、なんかこうふわっとした、うん、俺そういうよっともって言ってたんやけど、キャンパスで会った時によっていうだけの友達、よっともよっとも増えるやん、うん、大学行ってると、はい、よっともいらんでっていうのは言いたい、はい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 、うん、まあ、社会人になってから全く使わない、絡まへん、そうそうそう、そう Facebook 友達になるぐらいしかやることないから、うんうん、じゃなくて真面目な話できる友達一人でもいいからおったらだいぶなんか、うん、ほなそいつおるおかげで二人でちょっとなんかやろうや、ここ行こうやとかさ、確かにこれ勉強してみようやとかさ、そういうのがなんかこうアイディアじゃないけど出てくるから、一人だけでもおったらよっともじゃなくて普通に二人で朝までなんか酒飲みながら喋れる友達を作った方が死ぬほど意味あるなっていう、うん、どうやって作ったらいいか知らんけどね、うん、僕も知らんけど。できれば、一人二人、そうやって深めたら、そう。いっちゃうんやな。うん。それは財産になるなっていうのは、絶対。うん。社会人になってから、ね。うん。そうっすね。うん。と。
大学話ってそんな感じかね。うん。ナンバやったらいいよ。普通に。うん。ビジネス勉強したらいいよ。皆さん。うん。ナンバビジネスをじゃあ勉強それはちゃう。それちゃうか。ナンバとビジネス両方やって視野広げる。あとなんか普通に海外行きまくるとかでも別にいいやん。うん。いいと思う、普通に。毎日授業とバイトだけはちょっと心もとないね。うん。あとなんか空気感がふわついてるのもあるやろし、大学によりけりやるけど。ああ、そうやな。ふわついてるわな。うん。それもおもろかったけどな、普通に。アホみたいな酒飲んでるやつ。お前のすっかりしたけど、俺そんなの好かんしな。ブラック日課と狂月をどんだけ開けたかわからんっていう。へえ、そんなの出たんや。うん、いけいけやん、結構は。いや、あの、酒の飲み方を知らんから、逆に。普通になんか、なんていうかな、その一般論として、うん、そのなんていう中学高校でお酒飲んでる人たちっていうのはいてるやん、うん、だからなんか大学になった時っていうのはもう落ち着いてんねん、うん、でもそうそうそう、なんか偏差値高めの大学とかって割と本当に飲んでないから、うん、だから大学生になって二十歳になってから飲むってなった時の飲み方えぐいねん、グロいねん、だから俺それ最初引いて何この飲み方っていう、あ、うん、それを割とやらされた、はいはい、やった俺も巻き込まれてへウェイしてたけど、うん、楽しかったんや結構、うん、楽しかった割と引いたけど入ってみたらまあちょっとまあありかなみたいな、うん、いいかな、まだなんか、はい、うん、大学生、うん、はいはい、いいなみたいな、そんなんもありかもしれんね、うん、あみたいなの出た、割と事件になったりするからね、あ、うん、なってるからな、あ、まあそんな大事ですね、うんうん、そういうのもまあほどほどにしておじさんや結局もうでも結構なそんな飲み方、あ、そうやな、もう時間割とそういう時間になってるね、だからじゃあ大学生は全部やった方がいいっていう結論にはなるね、横展開、もう大学1年の時から横展開をしていって、大学も 2年間ぐらい横展開して3年目ぐらいでその自分のフィールドみたいなものが見つかるとすごく良い、うん、羨ましい、羨ましい、でそこに対してなんかじゃあ1年ぐらいやってくると絶対成果が何のフィールドでも出てくるやん、そうだな、ってなったタイミングで就活やってくるから、うん、じゃあどっちっていうのをフラットに見れるから、そうだな、うん、就活だけってさせられるのが結構しんどい人おると思うから、うん、あと海外留学行くとか割とすげえ、うん、めっちゃ休学したりね、めっちゃしたり、あ、でもそう休学した方がいいよ、そう休学したらね、もう休学しましょう、あ、休学した方がいい、うん、休学留年してるやつ割とおもろいやつ多いから、そうだな、うん、とりあえずみんな休学留年しましょう。ああ、結論そうや、うん。俺一回も休学留年せんかったからおもんなくなったけど、うんうん。そういうことね。そういうことですね。うん、結論出たね。はい、出たね。休学留年をするのが正解です。うん、はい。はい。そんな感じで。J。J。そんな感じ J。そんな感じ J 終わりますか、はい、終わりましょう、はい。そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。はい。